オーサフォルテ最後に誘導されます。前進して収まりました。枠入り完了。スタートしました。ダッシュがつかないのは9番クールレモンちゃん最後方です。先頭に立つのは5番のミカファンギン抜け出していきます。追っていく1番マイプレジャー、3番プラサート、2番手3番手、これに迫って4番のエンジェルスキン、さらには10番のシャインビリーブ上がっていきます。外には11番のニュードロップオフ、さらには先団の後ろ8番の上野丸メロディー、この辺りまで固まって12番のオーサフォルテ、その後ろ7番のライジェルラブリー、後方ばらけて2番のソーウンオーロラ、後ろから3頭目、あとは6番のエスプリジャスミン、続いて最後方少し離れました9番のクールレモンちゃんです。前から後ろまでは10馬身11馬身ぐらい、3コーナーから4コーナー、先頭は3番のプラサートに変わっています。2番手に5番のミカファンギン、2頭の後ろに迫ってきたのが4番エンジェルスキン、さらには内を狙う1番のマイプレジャー、直線に向いています。11番のニュードロップオフがその後ろ、外へ出して10番のシャインビリーブ、前に迫れるかどうか。一気に先頭4番のエンジェルスキンに代わって200を通過。3番プラサート食い下がりますが、内から1番のマイプレジャー足を伸ばす。さらには追い込み体勢10番のシャインビリーブ、先頭は4番のエンジェルスキン、内から1番のマイプレジャー、外から10番のシャインビリーブ、先頭4番エンジェルスキン、ゴリッ。直線抜け出して押し切りました4番のエンジェルスキンです。1番のマイプレジャー内から差を詰めましたが2番手、10番のシャインビリーブ2頭追いましたが最後